プロ野球セリーグ阪神、巨人、三十日、甲子園球場。阪神は七月十六日に七回一点に抑えられた巨人の山崎より投手相手に、初回から三回まで全てランナーを出すも、ダブルプレーも三つ奪われる結果となっています。簡単譜、初回、中野拓夢選手がレフト前ヒットで塁に出ます。しかし、森下翔太選手が外角真ん中目のまっすぐを打たされ、 ショートの伊豆口優太選手が捕球すぐに二塁に送ると吉川直樹選手が素早く一塁へ送球一つ目のダブルプレーが完成しました2回にはこの回先頭の佐藤照明選手がセンターへ抜けるヒットを放ちます続く大山祐介選手は真ん中へのカットボールを打たされ再び6-4-3のダブルプレーに回はピッチャーの斗投手がアウトから塁に出ますが 近本浩二選手の放った打球がショートライナーに飛び出していた才木投手が1塁に戻りきれず3アウトチェンジとなっています。